まりさ、土星って綺麗よねー。私みたいじゃない。そうか、霊夢が綺麗かは置いといて、土星を綺麗とは思わない人もいるみたいだぜ。え、そんな人いるの？そうだ、中には土星が怖く感じてしまう人もいるみたいなんだ。どこが怖いのよ、私にはわからないんだよ。じゃあ今日は、土星が怖いと感じる理由について解説していこう。皆さんもコメント欄で、怖いか怖くないか、ぜひ教えてほしいです。それではスタート。まずは土星とは何かからだ。知ってる人の方が多いと思うけど一応ね。土星は木目のような絵で、輪っかがある惑星だ。太陽系から6番目の惑星で、その太陽系の中では木星に次いで2番目に大きい。なんだか私的に、木星と土星って、見た目と名前が逆な気がするんだよ。それは私も思ったぜ。木星は地層のような見た目をしていて、土星は木目のような見た目をしてるよな。まあそれは置いといて、本題のなぜ土星が怖く感じるのか話していくぜ。よろしくです。まず最初に見た目が怖いだ。見た目ってそんな怖いかしら。ある人によると、星自体は丸いのに、なぜ土星だけ輪があるのか。これが怖いと感じる人もいるみたいだぜ。その発想はなかったんだよ。確かに土星にだけ輪があるよね。でもなんで周りに輪っかがあるの？あれって何なの？あれは氷だ。氷、宇宙に。ああそうだ、99% が氷または水で、残りの1は、リン系素を含む不純物だ。99% ってほとんどじゃない。ところでなんで宇宙に氷があるの？宇宙に水なんてできないと思うんだけど。これは可能性の一つでしかないんだが、昔小さな小惑星や彗星が、衝突したという可能性がある。実際に、月の内側には大量の水を含んでいるんだ。そして、この水や氷を含んだ天体が、太陽系の形成時に大量にできて、土星に衝突したからと予想されてるぞ。ふむふむ。またその輪は、1億年前くらいにできたようで、宇宙で見ると比較的若いらしい。宇宙の若いってどんだけ幅広いのよ。未だに大震災などの余震が続いてる状態だぞ。宇宙にとって1億年はすぐだ。私もこの時間感覚はおかしいと思うんだぜ。1億年が若いなんて羨ましいだよ。あと名前の由来が怖いっていうのもあったぞ。名前の由来？そうだ。土星は英語でサターンと言われているんだが、この由来が悪魔のサタンだと言われているんだ。ただ、これは誤解だぞ。農業の神の、サプルヌスから来ているという説がある、それが一番信じれるんだぜ。この神様読みにくいんだよ。あと読み方も悪魔はサタンだからね。これは多分誤解なんだよ。そうだな。この農業の神様の方が濃厚だろう。次はこれだ。土星を上から見た写真が怖いことだ。どういうこと？なんかあったかしら。土星の北極には六角形の雲があるんだ。このようにすごく綺麗な六角形だ。すっごく綺麗で、典型的な六角形だね。典型的な六角形ってなんだよ。これを宇宙人の仕業、と考える人もいるようで、これも怖がられる一因となってるみたいだぞ。逆にこんなことまで知ってる人って、土星のこと好きなんじゃないの？気になってしまうんだろうな。でも、この現象ってなんで起きてるの？こんな綺麗な六角形が、自然にできたらすごいんだよ。だからって宇宙人の仕業ではないでしょ？それがこの六角形に関しては、まだ解明されてないんだ。いくつかの仮説などが立てられてるんだが、一番濃厚な説としては、地球上のジェット気流のようなものという説だ。ジェット気流ってなんだっけ？ジェット気流とは対流圏上層に位置する、強い偏西風の流れだ。中心に近づくほど風が強くなるんだが、これが、あの六角形を生む原因として考えられているぞ。なんだかすごいのね。でも、そのジェット気流でどうやって六角形を生むの？その気流が原因だとしても仕組みがよくわからないよ。それは、ある実験でその仕組みが予想されているんだが、強力なジェット気流を含む、東向きと西向きの風の帯が交互に流れる。そして、ジェット気流の間にはいくつもの渦が形成され、てっぺんの北極に近づくほど、渦の数が大きくなっているんだ。それによりてっぺんの周辺に、渦が集中してあの形になる。あれは雲だったってこと？雲というか気流だな。ぐるぐる回ることによってああなっているぞ。ただ、この実験も完璧正確というわけではなく、まだまだ謎の多いものだ。これはまだ、シミュレーションの結果の一環にしか過ぎないから、これからも研究が続けられていくんだぜ。宇宙って不思議すぎるんだよ。土星を怖いって思う人の気持ちが、なんとなくわかる気がする。そして次だ。この渦の他にも、土星の大きさが怖いという人も一定数いるようだ。土星が2番目に大きいって、最初に言ってたけど、そんなに大きいの？ああ、これを見てほしい。距離感と大きさおかしいんじゃないの？この左端にあるオレンジのは太陽？マリサこれ絶対大きさいじるの失敗したでしょう。いや、これが普通の大きさだぜ。横から見たらこうなるんだ。あと左端は太陽だぞ。これで、どれだけでかいか感じてもらえたと思う。地球は木星の隣の隣だよね。そうだな、それが地球だ。小さすぎて見えないだろう。そんなでかい土星を、月と置き換えた動画があったんだが、大きすぎて気持ち悪いという声がたくさん出てきたぞ。月と置き換えたら大変なことになりそうなんだよ。土星って月の何倍あるの？月
式の約35倍と言われている。和を入れると78倍になるぞ。ものすごくデカすぎた。そうだぜ。霊夢はこれを怖いと思わないかもしれないが、世間では怖いという人がいて、惑星恐怖症、天体恐怖症と呼ばれてるんだぜ。初耳なんだよ。これに関しては他に何か情報はないの？探したんだが、惑星や深海が苦手という方などの症状のみで、詳しいものは見つからなかったぜ。ウィキの恐怖症一覧でもなかったしな。本当に知られてないのね。ああ、あと調べてて分かったことは、深海や宇宙などの人間がまだ詳しく解明できていない場所に恐怖を感じる。薄暗い、または真っ暗な場所が怖いと思う人がいるってことくらいだぜ。確かに、惑星と深海って暗くて怖そうだよね。ああ、惑星というよりは宇宙全体が怖いんだろうな。ねえ、そんな惑星ってどうやってできたの？みんなが怖がる存在の誕生って気になりそうだよ。案外バイキンマンみたいだったりして。アニメの悪役みたいに例えるなよ。まあいいや、じゃあ最後に惑星がどうやって生まれたのか話していくぜ。太陽系の歴史でも解説しているが、復習兼ねて解説しようか。あまり覚えてないから、助かるんだよ。まずは太陽系ができるまでだ。星間ガスや星間塵と呼ばれるガスや塵が、非常に薄くまばらに存在していて、それが集まって濃くなったものが星間雲だ。ほうほう。まず最初に星間雲が集まり固まって太陽ができた。星間雲の中で塵やガスが集まっていたんだぜ。そして、この太陽を中心に残された塵などがくっつき、直径 10km ほどの小さな塊が、太陽に生まれるんだ。これが微惑星と呼ばれるものになるぞ。もともとは塵だったなんて初耳学だね。前にも解説してるはずだが、小さいことは気にしなくていいんだよ。ただ、覚えてないだけだろう？えへへ。まあいいや。そしてこの小さい微惑星は衝突しまくり、その末に原始惑星というものになったんだ。しかし、中心近くでは太陽の輝きのため、水素や揮発性のガスが吹き払われ、岩石と鉄を主成分とした小さな惑星が残り、地球型惑星になったんだ。地球って奇跡の星なんだね。ちなみになんだけど、外側のガスが濃いところで、成長した惑星は、軽い水素ガスを大量に集めて木星型惑星へと、変わっていったんだぜ。フロストラインの外側だよね。ああ、そうだぜ。そのうち、大きな惑星になれなかったものは、今でいう水星になったり、小惑星となり、小惑星帯を作り上げているんだ。また、この太陽系が生まれたのは46億年前と言われており、まるで小学生が言いそうなくらい果てしなく大きい年月なんだぜ。小学生は46億なんて、微妙な数字は言わないんだよ。突っ込むとこそこじゃないだろ。ということで、土星が怖いと感じる理由について解説したがどうだったか？私にはわからないけど、いろんな恐怖症があるのね。でも宇宙が怖いっていうことは分かったんだよ。聞きたいこと聞けて満足だね。マリサの声ってほんと子守歌代わりになるんだよ。だから、私の声は子守歌じゃないって。ってことで、今後もマリサが、この子守歌を聞かせてくれるようだから。ぜひチャンネル登録して、ラボの一員になってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。